ビッグラン来てますが、バイトつなぎもらえるんで、そのやり方をやろうかな、やり方を紹介しとこうかなと思いますが、ゲームニュース、任天堂スイッチのホーム画面からゲームニュースいけるじゃん。で、そこ行きます。で、このビッグラン発生って書いてある、これクリックします。で、これかっこいいよね、普通にね。で、これ下まで行くと、スプラトゥーン3を起動するっていうのが出るんで、これを押したら、で、ここから起動することによってもらえると。まあ、よくあるやつよね。そうか、ちょっと一旦画面消すけど、ここを押します。なんか、出ちゃいけん画面が出ないか、すごくこういう作業嫌なんよな。多分大丈夫かな。で、これで。で、普通にさっきのゲームにさ、あそこから立ち上げ直すみたいなボタンがあったから、それをクリックしたら、スプラ起動中だったら立ち上げ直しますかっていう画面がもう一段階出て、で、はいにしたら、立ち上がり直します。で、普通に始まる。ちょっと待って、L スティック壊れてるから。汚い。まあ、ここはラジオで聞くに L スティック押し込みで本来できるんだけど、ちょっと聞きが悪くて。で、ロビーでもらえるパターンだよね。結局最後まで見ちゃった。で、特に表示は出ないのか。で、ロビーに行きます。で、このバイト端末じゃないわ ロビー端末、ここへ歩いていきました。で、アイテムゲット。で、これでゲームニュースからのアイテムをゲットでもらえると。で、これは普通のギア、あ、普通のギアじゃないわ。熊さん紹介のところ、着替え方もやっといた方がいいよな。なんか、わかんないって言ってた人いたから、ロッカーで着替えるんだよね、確か。ロッカー、着替える。ここなんや。この入って、まっすぐ行って、これ右側。ここ。で、これで手に入れてる、バイトつなぎ、ブロッカー。バイトつなぎブロッカーに着替えると、おお、プロっぽい。プロ感ある。かっこいい。なんかめっちゃ、あれ、鱗で交換したら高そうな。めっちゃええやん。黒にオレンジの感じが、かっこいいね。報酬でもらえるってことは、クマさんが今まで懐に隠し持ってたんだと思う。確かに。今まで出し惜しみしやがったか。出し惜しみしてたらしいわ、クマさんが。で、これで着ていこうか。いいね。これもらえるのめちゃめちゃ熱いやん。しかも普通にね、あそこが、そう、知ってるだけで、あ、ここにも大きく表示されてる。5億7000、5億72万5668だったかな。いや、今回でも本当あれだ。しかもあれなんだろうね。フェスの会場のステージに慣れてもらうっていうのも含め、このビッグランなんだろうね。やっぱりなんか新しいステージというかさ、やったことないステージって、まずステージに慣れるところからになっちゃうから、そのハードルをちょっと下げると。危ない。結構インク持つな、これ。結構インク持つ。
待って、なんか割とみんなこっち側で戦うな。こっち側行っちゃっていいかな。え、なんでみんな向こうに行ってんだろう。あんまり無茶すると、あ、向こうにあれがあるからかシンプルに向こうにあれがあるから向こうに寄ってんのか。あ、じゃあボタン間違えた。うわ、ちょっと待って、あそこ降りてくるんだあいつ、ヘビ。少々の段差を普通に行くようになってる。敵が多い。よし、シェルターめちゃめちゃ使いやすいな。鮭が、あんなところから鮭が。あって変なとこ落ちちゃった。あ、なれなかった。余裕はあるね、まだ。あ、これがむずいな、ワイパーが。やめた、チクダメが、チクダメがあった。危ないな、意外と小酒にやられそう。これ顔でいかれんの、顔でさすがにいかれんか。
な。そうだ。ナイス。オッケーオッケー。あ、来ちゃったよ。これ赤く開けたかったのに、これ。うわぁ。やばい、行った。おかしら連合。うわぁ、赤く開けたかったなぁ。いや、すげえ、あぶねえ。ああ。やばい。仲間どこ？ナイス。ナイス。あ、惜しい。2匹倒してる。ナイス。最後どうなったか出ないのかな。私ももらえるかしてみます。おお、もらっとき。せっかくなら。いやー、いけた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 。全部倒せてないけど、めっちゃ上がるやん。どうしよっかな。あのフェスのあれでもなんかもらえそうだったよな。アーカイブ分けて、あと解説がてらやってみようかな。ちょっと待ってよ、一回画面消して。多分フェスの方でももらえるんだよね。ゲームニュース。フェスの方でももらえるね。よし、アーカイブ切り替えて、これやるか、これやるかって、これを解説するか。ちょっと待って。